特サ類は、大バシダ植物に含まれる、分類群の一つである。現在学術的に広く用いられる、PPGI によるシダ植物の分類体系では、特沙はこう、育石体デートはこの分類階級に置かれるが、分岐分類学による解析及び、分子系統解析が進む以前は、イカンタバ植物内の系統関係に諸説あり、様々な階級に置かれてきた。 原生種は一目一回地属からなり、特沙属エクアセトアム25種のみが含まれる。有節類、有節植物、スフェノプシダ、クサビハルイ、特沙植物などとも呼ばれた。ただし、クサビハルイはその中のスフェノフィルムメスフェナフィーレルズを指すこともある。植物の最初の階層的分類体系は、カール・フォンディンネの植物種種で提示され、特沙類は、 シダ類フィリースズに含まれていた。アウグスト・アイヒラーによる分類体系では、設計の早得意な不構造を持つ茎の形態から、シダ植物の中でも独立の特撮なエクイシティニーに置かれ、他のシダ類が含まれるシダツなフィリシニー及び現在の商用類が含まれる日陰のカズラツなライコポデニーとは分けられた。1920年代以降、 デボン期の化石シダ植物の研究が進み、シダ植物の格好の際は、シダ類とラッシュ植物の際よりも大きいと考えられるようになった。アメリカの植物学の教科書に広く受け入れられたチッポの分類体系では、特サ類は草美用植物アーモン、スフィノプサイダとして、イカンタバ植物モントレーキオファイトに置かれ、種植物やシダ類を含むオーバー植物アーモン、 テレプサイダー及び、商用植物アモン、ライコポシダとは分けられていた。その後、シダ植物は、松原類、日陰のカズラ類、特サ類、シダ類の4群に大別されるというのが定説とされ、各群は研究者によって、モンやアモン、ツナ、目など様々な工事の分類階級に置かれてきた。初期の分子系統解析では、商用類以外の3分類群が、 出植物の姉妹群として、単系統群をなすことが示され、特サ類は、中でも、基部で分岐した系統であることが示唆されたが、一方で、他の新郎シダ類との系統関係は、未解明であった。その後、DNA の情報量を増やした、分子系統解析により、オバシダ類の中で、最も基部に分岐することが示され、現在では、オバシダ脱なポリパジオパシダの会に置かれ、特沙港、 イクイ体例とする。以下に階級と名称、及び採用した分類体系の例を示す。ウィケットエトール、パティックエトールによる分子系統解析の結果に、カンリククレーン、エルガリーガエトールなどによる化石植物の系統樹を加えた、イカンタバ植物の系統樹は次のようになる。特サ類を含む、オオーバシダ類は、種子植物を含むクレードである、 木質植物、リグニフィタと共に、大葉植物ユーフィリファイティナにまとめられ、トリメロフィトン類トリメリファイトップサイダを、ステムグループとする。かつて特沙類として分類されていた、活石植物に、ヒエニアハイニアやカラモフィトンカラミファイテンがあり、これらは現在は、クラドキシロン類とされる。例えば、デボンキのヒエニア目は、特沙類の形質をやや不規則に備えているため、かつては、 これが特殊化を重ねて進化し、ロボク類とスフェノフィルム類へと分岐したと考えられていた。特殊類の胞子体では根、ね、茎、葉が分化している。顕著な共有派生形質は草び葉と胞子の床である。犬ドクサエクアセトアムラモシシマムの茎の断面図。中央に大きな水空、その周りに小さな通水道、その周りにそれより少し大きな通気口がある。 茎は補腹性の根茎と直立する地上茎があり、共にはっきりした節構造を持っている。根茎には節ごとに節部から根と輪辺状の小葉を輪生する。地上茎では基部の数節から不定根が輪生し、それより上の直立する茎は一般に中空で節があり、節から小葉及び小枝が輪生する。地上茎に分岐するものとしないものとがある。茎は 緑色で光合成を行う。茎のイカンタバは原生中心柱、または環状中心柱で特殊な空所があって独特の配列をしている。葉隙は持たない。導管のあるものもあるが、これは石棺に限られている。節部ではイカタバが側になり、それから枝へ入るイカンタバやハートが分出する。形容の表皮細胞壁には計算室を含む。 化石種の中には、イカンタバ形成層による二次肥大成長が顕著なものもある。スフェノフィルムメトロボクカでは一次木部の周りに、イカンタバ形成層が形成され、内側に二次木部、外側に二次ブルイ部を形成する。大橋田植物の共通祖先では、イカンタバは中原型放射原性中心柱であったが、スフェノフィルムメの茎は中身で、 外原形の3箇所の原生木部を頂点とする三角形の一字木部が分化し、その周囲に二字木部が少し発達する。アルカエオから見てスでは、中心柱は中原型の環状で、二字木部は形成するが中央に随空がなく、通水道と通気口のみを持つ。ロボクは特措応行にした外見を示し、茎は随空と通水道を持ち中空で、節部だけ、 中身となり、二次組織が発達して高さ10メートルに達する高木となる。また、ロボク化とトクサ化では、原生木部が内原型に進化した。スフェノフィルム目をび次に示す、ロボクカでは共に、イカンタバ形成層を形成し、二次成長を行うため、トクサ類の共通祖先で、両面イカンタバ形成層が進化したと推定される。出植物を含む、 木質植物でも、両面異関多摩形生層を進化させており、特サル以外の大橋田植物でこれを二次的に消失した可能性もある。特サカでは、随空、通水道、通気口からなる通気組織が発達し、地上形が中空である。異関多摩内と悲層にも穴が開いている。随空及び通水道は、露木化も持ち、それらの共通祖先で獲得したと考えられている。 随空は茎の中央にある空洞で、通水道は原生木辺周辺にある大きな穴である。通気口のある部分とない部分では茎の成長が異なり、茎の表面では遺憾束のある部分が出っ張り、通気口のある部分がへこんでいる。これらの構造は円柱のように軽く丈夫である。特札属では露木家とは異なり両面遺憾束形成層を持たないため、 それを二次的に消失したと考えられている。特殊族の一時には短命である。それ以外の根は不定根ですべて茎の不死から生じる。根端分裂組織は一つの長短細胞からなる。長短細胞は四つの切断面を持ち、最も外側のものが根幹を生み出す。長短細胞の側方の分裂により、基部方向に娘細胞が形成され、順に 表皮表の起源細胞となる。長短細胞は活動を静止しておらず、核内倍数体にもなっていない。根の悲層外層は厚い細胞壁を持ち、内層では細胞壁は薄くなる。根の木部は三原形、または四原形で、細根では二原形となることもある。悲層から分化する内皮及び内鞘の細胞は同放射線上に接して生じており、 同一期限である。速根はない日に期限する。スフェノフィルムの復元図。草び葉が臨生する。特サエクアセトアムハイエメールの臨生用。袴状の幼少を形成する。犬ドクサイラモシシマムの臨生用。下には小枝が臨生する。杉ないアーベンセの方子形に見られる。袴状の臨生用。光合成を行わない。葉は、 くさび葉と言われ、節に隣生し、ハートは一本であるが、古い時代のものでは、脈がまた上分岐するのもある。プセウドボルニアスーデボーニアでは2回、二股分子した軸に細かい葉片が鳥のうじにつく。スフェノフィルム類では、設計の1から2センチメートルの葉を隣生する。ロボク科は、節部に癒着して鞘状になった小型の葉を形成する。 ロボク科の歯にはヘラ型のアンヌラリアアニュレリアと、先細りのアステルフィリテスアストルフィライツがあり、長さ数ミリメートルから数センチメートルになり、葉脈は一本である。構造が単純化した特殊属のものは、葉緑体を持たず、小葉のように耐火して光合成は行わない。葉の基部が隣同士で融合して袴状の幼少を作るものがある。 原生特差属の臨生用では四面体の軽腸単幹細胞から三面で順次細胞が切り出され破元器が作られる。個々の娘細胞形成にはタイムラグがあるが破元器形成時は同調する。杉名の胞子形にいただきなまする胞子脳母。それぞれの胞子脳床の先端に胞子脳をつける。胞子は休暇状の胞子脳母につく。 胞子農法は普通栄養成長を行う茎の先端につくが、杉なエクアセトアムアーベンセでは、胞子農法をつける胞子系が栄養系と分化しており、特につくしと呼ばれる。胞子農法は、胞子農床と呼ばれる枝状の構造に分かれ、胞子農はこれにいただきなまする。胞子農床が他の植物のどの器官と相同であるかには、様々な説があり、 胞子能をつける枝や胞子葉であるという説がある。ほとんどの場合に、胞子能床は鍵型に曲がっているので、胞子能の先端は茎の方を向いている。ロボク科は徳坂によく似た胞子能法を称ずるが、スフェノフィルム類及びロボク科では、子脳能とこの間に卓洋状の葉が加わって、それを保護し、胞子能法を作るが、その構造が極めて複忠しになっているものもある。 スフェノフィルム類では、胞子能床が1枚の放葉の上側に2個作られ、それぞれ二股分子後に胞子能をいただきがまする。原生の特査属では、胞子能床を形成する生殖部には、放葉は形成されず、胞子能床の先端が縦状に広がり胞子能を保護している。アルゼンチンで見つかっているペルムキのクルーシセカの胞子能棒では、栄養用の生じる石棺に、 胞子能床が数層隣生し、この構造が数回繰り返される。原生の特殊属ではこの胞子能胞が一つだけになり、胞子脳能この間に栄養用を書くと考えられている。胞子能胞は外見常設として隣生しているが、発生的には石棺に繰り返される生殖単位だと考えられている。胞子には同型胞子性のものも異様胞子性のものも知られており、露木化の一部で、 異様放射性が進化した。原生の特作化及びロボ化のポトキテスパトホサイツでは、同型放射性で、放射外壁に相乗構造を持ち、放射壁の表面が剥がれて4本のリボン状になり、放射散布に役立つ玉糸が付着する。異様放射性のロボ化には、北米の高気石炭機に見られるカラモカルポンカラミカーポンがあり、この長さ3ミリメートルになる。 大胞子脳内には大胞子が1個だけ成熟し、大配偶体が形成される。商用植物のレピドカルポンレピドカルプンや、皮脂植物の真の種子とは異なり、大胞子脳を包み込むコバやテローム群にあたる構造が特差類にはなかったため、種子用器官の形成には至らなかった。配偶体は、原生の特差属について知られており、緑色の養状体で、 扁平な構造を持っている。仮面には昆布をつけ、上面には中央に大きく発達した中下根の、周りに数個の光合成を営む、板状突起を出す。私有性があり、それぞれ増乱期と増生期を生ずる。首玉ごきは、重炭組織につき、頸部が突出する。増生期は、重炭組織に埋まっていることが多く、かなり大きくて、多数の精子を放出する。 生死は、螺旋状に巻き、多数の弁毛を持っている。受精卵の第一分裂は、首玉ごきの軸と直角の面で行われ、肺は肺平を持たず、外交的に発生し首玉ごきの外側に向けて、成長していく。肺発生の初期の、どの細胞から、どの組織が導かれるかは決まっていない。石炭器の森林の様子。ネウロプテリスニューロプタリスやペコプテリスピコプターゼ。 南洋杉属、アーローカリア、リンボクレピドデンドロン、木馬王族カジュリーナなどとともに、特サ類のアステルフィリテスアストルフィライツや、ロボクカラミテスが生える。原生の巨大なエクアセトアムゲガンテウム。プレトリア大学にて、特サ類の祖先的な植物として、イビカイビカが挙げられている。イビカは中期で本期の化石植物で、主軸から、側軸が、 比較的等間隔で3回単軸分子を行い、最終分子は4回程度二股分子を行って、放射能をいただきがまする。放射能をつけた軸は反転するため、テローム説において、反転による特差類の放射能卓の起源を示すように見え、石管が規則的なことから特差類との類縁が示唆された。ただし、形態が大きく異なるため分類としては、 クラドキシロンズナイリドプテリスカとされることもある。特差類の化石はデボン期から知られているが、最古のものでは特差類の特徴を不規則に持っており、やがて明瞭な特徴を持ったものに置き換わってくる。後期デボン期では、プセウドボルニア目のプセウドボルニアスーデボーニアが出現する。プセウドボルニアは高さ20メートル、太さ60センチメートル、枝も3メートルになり、 スピッツベルゲンとアラスカから発見されている。特サ類は石炭期に非常に多様化した。石炭期からペルム期にかけての湿地性大森林は特サ類が主要その一つとなっていた。そのため特サカは商用植物の日陰のカズラカや岩ひばかと同様2億年以上も存続している系統である。スフェノフィルム類スフェナフィレルズは小型の双方またツル植物。 時に、水星で、後期デボン期に出現し、石炭期には、全世界に広がって、ペルム期に絶滅してゆき、日本を含むアジアで三畳期まで残った。石炭期の臨床あるいは、林園植物として繁栄した。土木化ともされる、アルカエオカラミテス科のアルカエオカラミテス、アルケアカラミティーズは、後期デボン期から見つかっており、後期石炭期後期に一旦記録画とダイルが全域、 ベルムキまで存続した。ロボク科のロボクカラミテスは、石炭機からベルムキマツまで生存した。ロボクには、材の特徴により3つの形態族が認められる。原生の特差族に、形態的に類似したものは、エキセデテスイクイシタイツと呼ばれ、最初は、後期石炭機後期から、そして多くは、中世代初期から見つかっている。スキゾネウラスキッソンウラは、 ウェル向きのゴンドワナ大陸で現れ、三畳期から、ジュラ紀にかけ欧米やアジアでも見られる。中世代にはこれら以外の特札化も見られ、三畳期から、ジュラ紀になると、ロボクカラミテスによく似て、一層特札属に近い形を持つ小型の総本の、ネオカラミテスネオカロマイツが現れた。ネオカラミテスは、特札とは違いその葉は、ロボク科のアンヌラリア・アニュレリアのように長く、 幼少を作らないこともある。原生の特差属とはっきり認識できるものは指針魚から出現する。原生のものは特差属15種だけであるが、オーストラリアを除く全世界の温帯の湿地や渓流沿いに分布する。北半球の温帯が分布の中心で、熱帯より温帯の方が種数が多い。内部構造も特殊化しているように、 湿地性でありながら完成植物に見られるような特徴を兼ね備えている。原生最大の種はギガンテウムエクアセトアムゲガンテウムで、そのままでも5から6メートル、よりかかれば12メートルにもなる。ロボクの化石、スコットランドのノースエアシャーから。アンヌラディアア・アニュレギア型の葉をつけるロボクの復元図。特属の化石、スコットランドのノースエアシャーから。 以下二族までの特産校の分類を示す。原生種の実を含む PPGI の分類体系を元に化石植物の解分類については、テーラーらの教科書を元にした西田による特産ズナの分類及びエルガリーガエトールによる形態と原生種の DNA に基づく系統解析の結果を用いる。また、ヒエニアメハイエニアルズーキヒエニアハイニアと プロトハイニアを含むヒエニアかハイエニアッチ及びカラモフィトンカラミファイテンを含むカラモフィトンかキャラマファイトッチを置くこともあったが現在これらはクラドキシロン目クロドキシレールズに含まれるとされる。ロボクカはその巨大さから単独の目とされたこともあった。なお以下の表ではアルカエオカラミテスカに置かれるアルカエオカラミテスは西田ではロボクカに内包されている。現在では 化石種にはを、特に機関属についてはオフした。ありがとうございます。